米沢忠氏は、日本の薬学者。学位は博士。静岡県立大学薬学部講師、大学院薬学研究院講師。国立国際医療センター研究所臨床薬理、研究部流動研究院、岩手医科大学薬学部助手、岩手医科大学薬学部助教などを歴任した。薬物相達学、脂質性科学を専攻する薬学者である。 ドラッグデリバリーシステムによる疾患の診断や治療について研究していた。後進の育成に努め、国立国際医療センター、岩手医科大学、静岡県立大学といった教育、研究機関に勤務した。1975年8月に生まれた。静岡県により設置、運営される静岡県立大学に進学し、薬学部の製薬学科にて学んだ。 2002年3月、静岡県立大学を卒業した。それに伴い、学士の学位を取得した。そのまま、静岡県立大学の大学院に進学し、薬学研究科にて学んだ。大学院在学中に、デベロップメントオブノベルキモセラピー4パンクリアティーク、キャンサー、ユースフルネスオブアンチニオバスキュラーセラピーアゲンスト A、ヒポバスキュラーテューモアと題した。 博士論文を執筆した。2007年3月、静岡県立大学の大学院における博士課程を修了した。それに伴い、同年3月23日付で博士の学位を取得した。大学院修了後、2007年4月に厚生労働省の施設等機関である国立国際医療センターに採用され、 研究所の臨床薬理研究部にて、流動研究員を務めた。2008年4月、同名の学校法人である、学校法人岩手医科大学により設置、運営される岩手医科大学に転じ薬学部の助手として着任した。なお、2009年4月より職位が薬学部の助教となった。2019年1月、母校である、 静岡県立大学に転じ薬学部の講師として着任した。薬学部においては、主として薬学科の講義を担当し、医薬生命科学分野を受け持った。同時に、静岡県立大学の大学院においては、薬学研究院の講師を兼務した。大学院においては、主として薬食生命科学総合学府の講義を担当し、医薬生命科学教室を受け持った。 専門は薬学であり、薬物相達学や脂質性化学といった分野の研究に従事した。具体的には、ナノドラッグデリバリーシステムについて研究しており、疾患の診断や治療への応用を図っていた。また、腎臓や悪性新生物について取り上げ、その脂質の代謝についても研究していた。さらに、核内受容体のリガンドによる疾患の治療についても研究していた。 これまでの業績が称され、2003年に放出制御学会に参加する旅費が助成されている。学術団体としては、日本薬学会、脂質性科学会などに所属した。ありがとうございます。